はい、こんにちは、僕です。ゼノギアス続きをやっていきましょう。じゃあ、ユグドラシルに帰ってきたんですけど、どうしたらいいのかな？特にこの辺の面は何もセリフ変わんないかな。確かね、フェイがいなくなったと思うので、フェイを探しに行く感じなんじゃないかなと思うんですけど、とりあえず医務室に行ってみますか。あとなんかシェバトの人もね、治療していたと思うんだけど、シェバトの人はどうなったんですかね。あれ、入れない？フェイさんがいなくなっちゃった。どこ行っちゃったのかしら。見つかってないんですね。急にいなくなりましたけど、とんでもナースが来て、とんでもナース。フェイを探してたけど、ひどい看病でさすがにフェイも逃げ出したのかな。なんだかさっきギアが出てったようだけど、気のせいだったか。はぁ、あ。一回寝ていきましょうか。だいぶ消耗しましたよね。回復アイテム。待って、ジェシーもいるのか。いや、何もセリフが変わらない。アクアソル、こっちかな。アクアソル無印の方をちょっと変え足しておきますか。ちょっとした回復するときに結構使うんですよね。あと、ゼータソルも買っといた方がいい気がするな。フェイがいなくなったって言うけど、医務室には入れてくれないんですね。シュトーンって悪者じゃ、そうなんで中央。あれ、フェイがいなくなったらどうこうっていう話は誰もしないですね。どこに行けばいいんでしょうか。あれ、待って、ベルトールはありますね、ここに。ベルトールあるですね。帰ってきてる？あれ、なんか煙が出てるよ。あ、フェイが起きてる。フェイ。あ、先生。フェイ、なぜこんなところに？もう大丈夫なんですか？うん。多分大丈夫なんじゃないか。どうして闇上がりで動き回ったりしたの？いや、自分でもなんでここにいるかよくわからないんだ。気がついたらギアのコックピットに。まだ頭がはっきりとしない。やはりまだ動いてはいけません。なんだ今度は。前方にハルカンシェル発見。ギア出撃準備。戦うのか、アルカンシェルって。ストーン司教、待ち構えているのか。そういう感じですよね。どうやら我々を監視していたようです。これ、天井も見えるようになってるんだ。行かなきゃ。そんな体で何を言っているんですか。ここは私たちに任せて。うん、できればベルトールも戦う。あ、ビリーが来た。どうやら決着をつける時が来たようですね。君は休んでいてください。これが僕の最後の仕事になるかもしれない。では私はフェイを医務室まで連れて行きます。あとは頼みましたよ、ピリー君。シタン先生は戦ってくれないんですか？もしよろしければ手を貸してください。あ、ピリーに手を貸すっていう体なんだ。フェイは出せないですね。この二人出せないのか。じゃあこのメンバーで行くしかないな。あれ、待って。バトル前になんか調整する時間とかいただけない？どうしたんだ、ストーン。何その顔。監視などと、片付けてしまえば済むことです。どうしたんだ、随分顔が変わりましたね。神聖なるガゼルにあだなす者、すべてを消去いたします。悔い改めなさい。これがアルカンシェル。うぬは力が欲しくはないか。何やつ。まだこれから戦おうっていうタイミングで、グラフさん出てきちゃうんですか。ちょっと力を与えるつもりなのか、ストーン司教に。またあのセリフを言うのかな。我はグラーフ、力の求道者。ウヌは力が欲しくないか。力？
分、力ならばこれここに。カレルレン様にいただいたこの体がある。この体、所詮はまがいものの力、果たしてそれで勝てるかな。なんとまがいものとな。なんか普通に喋ってますね、二人で。まがいものの肉体、作り物の目覚め、それではダメだ。我が真の力を与えてやろう。その動きなんだ、やっぱり。我の拳は神の息吹。落ちたる種子を開花させ、秘めたる力を紡ぎ出す。このセリフは何なんですかね。美しき滅びの母の力を。なんか呪文みたいな。継承が必要なんですか、これは。はぁ、ふーって。なんでストーン式を強化してくるんですかね。強くなっている状態なのか、これは。これはエリーか。エリーはどうしよう。魔法使っていけますか、適当に。特に V とかはなさそうですね。あ、待って、ブーストした方がいいかな。多分、あれ、ダメージが、ダメージ無効なんで。ワイルドスマイルは？ワイルドスマイルは入りますね。ダメージ無効って何なんですか？殴っても効かないのかな？あ、ダメですね。なんで？ダメージが与えられないし、刻印が飛んできた。待って、刻印って確かめちゃくちゃ痛いんですよね。あ、ブリガンティアは刻印、対刻印装甲みたいなものをね、つけているから、多分今ぐらいのダメージで済んだんですけど、多分2000とか3000とかダメージ受けるような攻撃だったと思うんだよな。待って、どうしたらいいんだ？何かできることある？とりあえず殴ってアタックレベルを貯めますか。全然ダメージ取りませんけど。誰で殴っても効かない。物理も効かないし魔法も効かないんですけど。ダメですね。また刻印が飛んでくる。バルトならリガンディアならまだいいけど、あれ、その対刻印装備って誰が装備してたか覚えてないんだよな。いや、何もできないんですけど。どうしたらいいんだろう。あれ、ちなみにアタックレベルって今何レベルまでマックス溜まるんだろうな。レベル3まで溜まるかな。なんだ？ダメだ、全く通じねえ。何らかの障壁を張っているようです。おそらくは負の感情。憎悪をエーテルに変換して障壁としているらしいですが。こちらも何か強力な意志の力をエーテルに変換してぶつけられれば。こんなうまいこと何かありますかね。ふふ、苦しんでいますか、ジェサイアの息子。ビリーって呼んでくれないんだ、もう。4年前、私があなたを見込んだのは、あなたの父上と私の古い友情の証でした。共にゲブラー司令の座を争ったジェサイアとの憎悪にまみれた友情のね。愛し合っていたラケルを獣のように奪った挙句、私があんなに欲したゲブラー思考の座までをあっさり蹴飛ばしてソラリスから姿を消したジェサイア。トーン司教はジェシーと因縁があるんですね。4年前、やっと見つけた地の果てには、すでに奴の姿はなく。奴に汚されたラケルと、汚れの証明、あなたと妹が。私はかわいそうなラケルを、カレルレン様の英知、ウェルスで救ってあげました。ウェルスを消しかけたのがストーン式もだったのか。
貴様が母さんを、しかも資料を使って。ああ、そうだ。いいことを教えてあげましょう、ビリー。あなたが今まで浄化してきた資料は、すべて教会が選び、カレルレン様が術を施したただの人。お前は人をほふっていたのです。ですがですなんだけど。ははは。下道な父親にふさわしい、下道な息子ではないですか。はははははは。さあ、私に懺悔なさい。そしてその罪を斧神で償いなさい。今まで資料だと思って倒していたのはただの人だったんですね。いや、お前が食えることなんざ一つもないぜ、ビリー。誰だ？ラケルとおめえが愛し合っていただって？相変わらず、ナルシズムと自己保存本能の強え奴だな。この声は。この勝負、俺様が預かった。こいつを使え、ビリー。こいつなら、奴の障壁をひっぺがせる。何が使えるんだ？その都合のいいものが。あれはバントライン。パイロットが、直接弾頭に乗る。あのエーテルガンギアなら、確かにストーンの憎悪の負の感情パワーに、負の感情パワーに打ち勝てる。しかし。なんかちょうど都合のいいものが出てきましたね。ビリー、俺のギアとお前のギアの合体攻撃なら障壁を突き破れる。ちょっとお前の肩を借りるから今のうちによく狙っとけ。肩を借りる。そろそろ終わりにしよう、ヤスタイン。だがな、お前は死んでもラケルに会えねえ。なんせお前の行く先は地獄なんだからな。やはり、ジェサイア先輩はあれを使うつもりです。止めなくては。聞こえますか、ビリー。ビリー？ダメだ、音がない。ビリー、もうわかったろ。スタインの教えはまやかしだ。捏造された信仰なんてものは、世界や脆い人の心を保障するためにできたシステムなんだ。だがな、本当の神や信仰は他人から与えられるものじゃねえだろ。自分自身の中に見出すものだ。語らざる者、表現されざる者、それが神じゃないのか。神は答えないものなんだ。俺が幼いお前に銃を教えたのは、人を救うためだ。お前は、銃は人殺しの道具だと言うが違う。銃が人を殺すんじゃない。人が人を殺すんだ。お前は、倒した資料たちの表情を見たことがあるか。資料化するってのは、とてつもなく苦しいことなんだ。その苦痛を和らげるため、人の血を求め、襲う。だがな、それでも、本当の心の苦痛を取り払うことはできない。苦痛から救われるためのただ一つの方法、それは消滅することよ。お前に倒された資料たちはみんな、安らいだ顔をしていたろ。お前の銃は、資料化してしまった人たちを救ったんだ。誰にでもできることじゃない。それができたお前の信仰心はまやかしじゃない。神はお前自身の中にいるんだよ。親父。よし、今だ。行くぜ、ビリー。親父の一世一代の見せ場ですね、これが。変形した。なんだっけ、バントラインって言ったっけ？そのまま打ち出しましたね。操縦者、搭乗者を弾頭にして打ち出すってしれっと言ってましたよ、さっきしたん先生は。直撃しましたね。障壁消滅。遅かったか、ビリー。それは搭乗者を人間弾頭として打ち出す兵器なんです。なんだって？じゃあ、親父は。くそー。限界質量 HP を半分にする。何それ。戦いも続くんですね。 HP を半分にされたし、アタックレベルた、せっかくアタックレベル貯めたのにクリアになってる。嘘。あれ効かないですよ。効かないんですけど、変わらずダメージ通らないじゃん。
多分ね、ワイルドスマイルも切れてるんじゃないかと思うんで、もう一回入れときますね。え、魔法はエーテルが効くのかな？何が効くの？あ、回復されてんじゃん。え、どうしたらいいんだ？スロー？なんか、やらしいことばかりしてくるな。あれ、またエリーか。じゃあ、殴るか。丸ボタンはどう？あ、丸ボタンならダメージ入るな。丸ボタンでじゃあ殴っていきましょうか。ブーストした方がいいんかな。ブースターオンにしていきますね。火ダメは大したことないんじゃないかな。どうかな。うん、丸ボタンの攻撃ならダメージが通る。みんなブースターオンにして畳みかけていきましょうか。これはバルトか。なんか殴ってくるけどダメージが入りませんね。ね、アタックレベル2でしょ。3まで溜まるかどうかをちょっと確認したいんですよね。アタックレベル3まで溜まらないかな。うん、エリーも、いや、エリーは必殺技が足りないから、そもそも行かないか。足りないか。わかんないや。ビートストームっていうのやってみますか。1570。限界質量、HP を半分にする。また半分にしてくんの？半分にはしてくるけど、なんか普通にダメージを与えてくるような攻撃を一切してこないんだよな。あ、で、アタックレベルはやっぱり2までしか溜まんないんだな。それ以上わかんないんだ。どうよ。倒せないな、なかなか。いや、待って、誰もね、HP を回復する装置つけてないんですよね。エリーはソニックドライブっていうのが使えるようになったんですね。だいたいみんな1000ぐらいのダメージか。パワーロス？何それ。いや、まあ、火ダメが。よだめが上がるというわけではないんだな。何ですかね、今のパワーロスって。あ、刻印が来ちゃった。大丈夫かな。いや、これ普通に痛いでしょ。危な。あれ、待って、アタックレベル3溜まりましたよ、バルト。バルトは溜まるの？あ、じゃあ、ツインスネーク、新しいの使えるじゃん。強そう。あ、2167だって、強。強い必殺技使えるようになってました。なんだろう、アタックレベルがいくつまで上がるかっていうのはどうやって決まるんですかね。あの、そして倒せました。なんか腕だけ残して、腕だけ残していきましたね。危なかったなぁ。まあ無事アルカンシェル。というかマスタイン？ストーン司教？どの名前で呼べばいいのかわかんないけど。倒せましたね。親父。ビリー君、私があんなものを作ったばかりに。いえ、あなたの責任ではありませんよ。先生が作ったのか。親父を送るには、これが一番でしょう。何法って言うんですかね。いるじゃん。そうだな、ありがとよ、息子。親父。先輩無事だったんですね。二人目だ。イカれた若造の作ったポンコツをいつまでもそのままにしておくか。改良したんだよ、改良。あ、つつつつ。もっともこんなことは二度とごめんだがな。それにしても、地獄ですか。無信心な先輩が死後の世界を認めていたとは意外ですね。ん？なんだてめえ聞いてやがったのか。ありゃ言葉の呪いだ。あの野郎の死に、あの野郎の死に土産にはちょうどいいだろう。まったく、昭和の先輩らしい送り方ですね。スタインは死んだのかな？プリメーラが喋った。パパ。プリム？プリム、今なんて言ったんだい？ねえ、プリム。パパ。はは、聞いたか。プリメーラの呪いも解けたようだな。
プリムが喋った。プリムが喋ったよ。ねえねえ、プリム。僕の名前も呼んでおくれよ。ミニーってさ。呼んでくれないんだ。なんだろう。パパにだけ懐いてるのかな。片付きましたね、シュタイン。しかし、すっかりやられちまったな、教会も。相変わらずむちゃくちゃ仕上がるぜ、あそこは。そろそろ本当のことを話した方がいいんじゃないですか、先輩。ただ飲んだくれて、喧嘩売って歩いてたわけじゃないんでしょ。ビリー君だってそれを知りたいはずです。ね。その方が僕もスッキリします。親父が僕のことを心配してくれていたことは、とりあえず分かったけど。その親父に振り回されていた僕の気持ちの整理はまだついていないんだ。なんだ、そのとりあえずってのは。プリムが喋れるようになったのは嬉しいけど、親父の名前しか呼ばないし、今までプリムの面倒を見てきたのはこの僕だってのに、なんだってんだ。まあまあ、ビリー、きっと恥ずかしいんですよ。そのうちあなたの名前も呼んでくれますって。うちの娘なんて父親の名前すら呼ばないんですよ。あれ、緑ちゃんってどこに行っちゃったんですかね、奥さんと。って、先輩、一体何のために単独で動いていたんです？しゃあねえな。ま、こっから先はお前さんたちの力を借りにゃならんかもしれんし。いいだろう、話してやるよ。シラフでってのも気が利かねえから、ガンルームへ行くぞ。お酒を飲みながら。待って、フェイはどうなったんですかね。フェイはまた寝かせてるんですかね。俺はソラリスにいた自分、カレルレの指揮のもと、極秘裏に進められた計画の存在を知った。それが、マラーク計画。その計画を進行させるために、多くの地上人が教会によって集められ、実験体に。まあそれが、ウェルスだったわけだが、ソラリスのやり方に嫌気がさしていた俺は、計画の真相を探った。やがて計画の中心となる科学者が、M 計画の真相を自宅ギアに移し、娘ともとも脱出させたことを知った。が、それが俺が掴んだ最後の情報だった。俺はそれを知ったがために、妻のラケルとビリーを連れ、地上に身を隠した。以後、俺はそのギアと少女の行方を追っている。んでだ。やっとこそのギアと科学者の娘がシェバトにいるらしい。ってとこまでは突き止めたんだが、いかんせんそのシェバトへの行き方はおろか、連絡の取り方すらわからねえ。ま、今までソラリスですら手が出せなかったほど強固な障壁に守られてたところだ。当然といや当然なんだが。その少女、え、誰？もしかしてマリアとかいう名前では？誰が来たんだ？あ、なんか奇妙な組み合わせだな。あ、お二人とももういいのですか？まだ安静にしていなくては。いえ、おかげさまで、ようやく立って歩くぐらいはできるようになりました。喋れるようにもなりましたね。俺ももう大丈夫だ。誰も触れないんだね、フェイには。マリアか。その少女の父親の名前、ニコラとかいう名じゃなかったか。いえ、さすがにそこまでは。しかし、ギアと少女の話は耳にしたことがあります。ふむ、間違いねえ、そいつだ。巨大ギアはシェバトにある。で、シェバトに行く方法は、何か連絡手段とかないのか？残念ながら、囚われの身であった私には、通信をする手段すらありません。そうか。方法がないでもありません。本来シェバトはバベルタワーの頂上部にあった都市なのです。塔の頂上部にはシェバト本国との通信施設があるらしいです。それが現在も残っていれば。教会によって塔が封印されていたことを考えると、その施設も破壊されている可能性が高いですね。またお前はそういう悲観的なことを。私は現実的なものの見方をしているだけですって。行ってみるしかなさそうだな。どの道、ゲートが存在する以上、ソラリスの影響下からは出られない。ってことは、たとえシャーカーンからアベを取り戻せたとしても、大断円というわけにはいかねえ。
その謎の計画というのも気になりますね。あれ、その計画のことをシタン先生は知らないのかな？ M 計画。どうなんですかね。地上から集められた人間を使った秘密裏の計画ですか。しかしその計画にしろ、教会にしろ、ソラリスは一体地上の人間を何だと思っているんだ。ああ、すまない。エリーたちの国だってことすっかり忘れてた。国は国、私は私。私は何かが間違っていると思ったから、自分の意志でここにいるだけ。だから気にしないで。とにかく、ダメでもともと、行ってみよう。教会で発見された記録、ビリーの親父さんの言ったこと、それらの真相を確かめる必要はある。それに個人的にも、俺はシェバトに行かなきゃならない。まあ、やっとフェイが復帰するのかな。長かったな、フェイの不在。善は急げだ。さあ、早速バベルタワーへ向かおう。あれ、でも前行った時はね、入れませんでしたよね。どうしようかな、メンバーは。このメンバーでいいかな。正直、エリーでもバルトでもどっちでもいいかなと思ってるんですよね。ちょっとビリーとリコはね、連れてく選択肢にすら入ってないんだけどさ。いや、このメンバーで行きましょう。サイコザンメンバーですね。あ、来たぞ、おじいちゃんたち。戻ったか。それで目当てのものはあったのか？ああ、ナノマシンの原体、手に入れたよ。水凶なことだな。それより、M 計画、こいつ顔が見切れてるぞ。進んでいるであろうな。我らには、より完璧な肉体と、しもべが必要なのだ。ここに至るまで、あまりの年月を重ねすぎた。予想されうる文明の到達点、見誤るわけにはいかん。我らは母のために存在しているのだ。自らのエゴを存続させるため、一時は創造主であるその母ですら打った貴様らの言うセリフか。あれは過去の愚行、肉体の呪縛に囚われていた時のこと。今は違うよ。貴様らの指図は受けん。過去肉体を失った貴様らを、そのソル急戦場のデータとして復活させてやったのが誰か忘れたわけではあるまい。人にとっては永遠とも思える年月も、神にとっては瞬きの一瞬、目することなどない。もうこのおじいちゃんたちはもう肉体がなくて、まあ、人格をね、データ上に復元した存在みたいですね。これがガゼル本院。だからこのメモリーキューブとかのデータもね、直接つながっているような感じなんですかね。まあ、といったところで、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにしましょうか。随分久しぶりにフェイが戻ってきましたね。なんか装備の新調とかしておいた方がいいのかな。まあ、ちょっとその辺はね、ペットロック具合で確認しておきたいと思いますので、続きはまた次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。